長らくお待たせいたしました。これよりフィールズダイナマイト記者会見を始めさせていただきます。本日の進行役を務めさせていただきます TBS の初田圭介です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、主催者であります、株式会社 FEG の谷川代表取締役、ドリームの笹原イベントプロデューサー、そして株式会社ワールドビクトリーロード稲村営業統括本部長が登壇いたします。まずここで主催者であります株式会社 FEG 代表取締役谷川貞治よりご挨拶させていただきます。本日はフィールズダイナマイト2009勇気の力の記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。年末というからしくですね、というか今回、再三にわたって言っているようにドリーム対、戦国というのが、正人選手の引退試合、そして、吉田石井戦の、大きなスペシャルカードについてですね、3本柱目の、大きな目玉ではあるんですが、年末らしくですね、本当にまだ、カードがなかなか決まらずに遅くなって大変申し訳なく思っております。その中でですね、本日はすで、に発表している、1カードの選手とそれから新たに2カード発表させていただきます。これで今日の段階でですね、全てのカードを発表しようと思ってたんですが、まだちょっと調整ができてないものがありまして、残り 1,2 試合増えると思います。今日はですね、2カードを新たに発表させていただきたいと思います。その前にですね、皆さんすでに告知はさせていただいているんですが、まだちょっと問い合わせとかですね、浸透していない部分がありまして、改めましてテレビの放送について、先にお伝えしたいと思います。12月31日格闘技史上最大の祭典フィールズダイナマイト、これは TBS 系列28局ネットで放送するんですが、時間はですね、18時から23時39分、18時から放送します。去年の場合ですとボクシングの試合が入ったりとかですね、煽り番組とかなんかとかありましたけど、今年はですね、史上最長になると思います。18時からできるだけ多くの試合をですね、23時39分まで、放送すると、5時間半以上あります。それで紅白に対抗したいと思っております。それからのスカパーの方も順次決まっておりまして、お手元 の後ほど配る資料の方に、書いてあると思うんですが、12月31日の、深夜0時から、翌朝の8時ですね、だから深夜0時ですから1月1日、日付が変わってすぐ全試合、完全放送ということになっております。その他にですね、再放送とか、スカパーのスカちゃんですか等でですね、同じように放送されますので、全試合、完全に、本当に大会の模様をですね、順次、演出も含めてですね、お伝えしますので、そちらの方もぜひ告知していただければなと思います。まだファンの方からですね、テレビは何時からとかですね、スカパーをやるんですかという問い合わせがあるんですけど、ペーパービューやるんですかという問い合わせがあるんですけど、ペーパービューは大会終了後、12時から、1月1日明けてからですね、12月31日の深夜0時から翌朝の8時までですね、完全中継しますので、そちらの方も合わせてご紹介していただければなというふうに思う次第です。ちょっとまだ全カード揃えませんでしたけども、頑張って、最後まで諦めずによりいいカードにして、大晦日、他の民放そして紅白に負けないように頑張りたいと思いますので一つよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。谷川代表取締役でございました。どうぞちょっと入り口の方が混んでおりますので、どうぞ順次前の方にお進めいただきまして、前の方の列も空いておりますのでどうぞおかけください。では続きまして、株式会社ワールドビクトリーロード営業統括本部長稲村澄夫様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。よろしくお願いいたします。稲村でございます。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。
今谷川さんの方からお話がございましたので、特に私の方で付け加えるようなことはございませんが、まあ、前回、発表させていただいたカードの選手と本日発表の運びとなった選手すべて、今モチベーション高く練習に励んでいるという報告を受けておりますし、大晦日に向けておそらく燃えて、るということだと思います。まあ、今日のカードを含めまして、もう1カードあるいは2カード熱の入ったカードができますように、我々の方は努力してまいりたいというふうに思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。稲村本部長でございました。続きましてドリームイベントプロデューサー笹原圭一よりご挨拶させていただきます。はい、では私の方からカードを発表させていただいて、はい、お願いします。はい、では早速カードを発表させていただきます。申し上げます。ドリーム対戦国対抗戦ですね。この2カード発表させていただきます。青木真也対広田水人、青木真也対広田水人、川尻達也対横田和則、この2カードを本日、正式に発表させていただきます。まあ、先般、まあ、青木選手対川尻選手のライト級のドリームタイトルマッチがあるんじゃないかという話もあったんですが、まあ、直前というか本当にギリギリまで調整をし、まあ、当然 TBS さんもそうですし、我々もそうですし、戦国さんもそうですし、いろんな方のご意見をお聞きし、まあ、調整した結果最終的に対抗戦でこのカードを組まさせていただく運びとなりました。まあ、青木選手と広田選手それぞれドリームと戦国のベルトを持っているチャンピオン同士の激突ですので、これぞまさしく対抗戦という戦いになると思います。川尻選手と横田選手に関しましても、まあ、本人特に川尻選手いろんな思いはあると思うんですが、このカードが決まったからには川尻達也らしい試合をしてくれるんじゃないかなというふうに期待しております。横田選手もスタンドグラウンドともに強い選手ですので、こちらもハイレベルな攻防が見られるんじゃないかなというふうに思います。でそして今日もう2選手会場には来ていただきます。この後ご登場いただきますが、改めて私の方からも申し上げます。高谷選手と読み川選手、このカードも対抗戦として組まさせていただいております。でこれでですね、都合8カード、現状で8カードが対抗戦となっております。でこれで打ち止めではないです。もう1カード2カード、両方とも対抗戦になるのか、1カードだけ対抗戦になるのかちょっとまだ決まっておりませんが、大会まで時間ございませんが、数日中には正式に発表ができればと思っております。私からは以上です。はい、どうもありがとうございました。それではここで対戦カードが決定いたしました選手に登場してもらいます。拍手でお迎えください。まずはドリームから高谷博之選手の登場です。その高谷選手との対戦が決まりました。戦国 SRC から尾身川道弘選手の登場です。続きましてドリームから川尻達也選手の登場です。
続いて戦国 SRC から横田和則選手の登場です。続いてドリームから青木真也選手の登場です。続いて戦国 SRC から廣田瑞人選手の登場です。対戦が決まりました。選手の皆様にもう一度大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。それではここで各選手より大会に向けての抱負、そしてご挨拶を一言ずついただきたいと思います。